やっぱりこっち。うわー、でもこっちも捨てがたいな。どれにしよう。もこちゃん、どうしたの？帰りの電車で漫画でも読もうかなって思って。確かに一冊くらいは読めちゃう距離だもんね。1時間半くらいかかるんだよね。じゃあやっぱりこれかな。それって青年漫画の雑誌？もかちゃんってそういう系の漫画好きだよね。うん、面白いよ。あー、でもこれ先月号買いそびれちゃったしな。やっぱりこっちにしようかな。迷ってるならおすすめの漫画があるよ。この本、少女漫画なんだけど、どうかな。結構ボリュームもあるし、ストーリーも面白いよ。あー、これ知ってる。実写映画化されたやつだよね。ほほー、すぐ流行り追ってるね。実写化されるぐらいだから人気あるのかなと思って買ってみたんだ。漫画ってすごくいっぱい出てるでしょ。だからどれを選んでいいか分からなくて。実写化されるぐらいの人気作だったら面白いんじゃないのかなって。それでまんまとハマっちゃったわけね。もかちゃんもまんまとハマっちゃうと思う。ねえ、読んでみて。少女漫画ってあんまり読まないからな。恋愛ものだと特に。そっか、残念。もし気になったら言って、単行本貸すし。そうだね、ありがとう。つぐもかちゃんはいつもどういう基準で漫画を選んでるの？青年誌系がほとんどって感じだけど。絵柄とかタイトルとか表紙とか直感で買っちゃうかな。で、面白かったら続きも読む。最近はね、これが好き。雑誌でしか読んでなくて単行本はまだ買ってないんだけど、面白いよ。結構かっこいい系だね。もかちゃん、こういう絵柄が好きなんだ。うん、そうかも。この漫画はね、背景がすんごいかっこいいんだよ。ちょっと見た感じ SF っぽいのかな。そうそう、近未来の話で、ある少女が人間に化けたエイリアンと戦うって話なんだ。人間に化けたエイリアン？ちょっと面白そう。でね、その戦う少女っていうのが普段はすっごくおとなしい子なんだよ。そうなんだ。普段はおとなしいけど戦うとすごいみたいな。そうそう、そんな感じよ。その子にはすっごい秘密があるからね。秘密？どんな？ふふこれ以上はネタバレになっちゃうから、もかちゃんの口からは言えないな。もかちゃん気になるよ。秘密が知りたいなら自分の目で確かめなくちゃ。単行本だとどの辺だろう。今5巻まで出てるっぽいけど。気になるけど一気に5冊買うのはちょっとな。私が単行本派だったら貸せたんだけどな。気になる。まずは1巻だけ買ってみようかな。でも今日お土産とかいろいろ買っちゃったし。あ、そういえばこの漫画実写の映画やるんだって。それを待って映画で見ちゃうっていうのも手かもよ。そうなの？でもそれはそれで映画までに原作読んでおきたいっていうか。ああ、その気持ちはわかる。私一巻だけ買うことにする。それで気になったら続きを買って映画も見てみるよ。うん、いい流れだね。つぐ、じゃあ一緒にレジまで行こう。あ
と一巻買ったら私にも貸して。久しぶりに読み返したいかも。江ノ島で食べたコロッケもなかなかだったけど、やっぱりここのコロッケは絶品。よし、次は江ノ島で食べたメロンパンと山吹ベーカリーのパンを食べ比べ。あれ？コロッケ買いに来たんですか？買い出しの途中？お疲れ様です。私ですか？私はおやつの食べ歩きをして、この前の江ノ島を思い出してるんですよ。あれ、言ってませんでしたっけ？この間みんなで江ノ島に行ってきたんですよ。はい、すっごい楽しかったです。集合が早くてそれだけが大変でしたけどね。普段起きるよりも早く起きないといけなくて。イノシマ行ったことあります？さすが観光地って感じでしたよ。歩くたびに美味しそうなお店がたくさん目に入ってくるんです。そのせいでいろんなもの食べちゃいましたよ。誘惑が多すぎて全敗しちゃいました。パンケーキとかタコせんとかいろいろ。江ノ島は偉大ですね。何を食べても美味しいんですから。モカちゃんズベストですか？やっぱりタコせんかな。知ってます？タコせん、タコが丸々一匹おせんべいになってるんですよ。あのおせんべい屋さんがこの商店街にもあったらいいのに。どっかちょいっと入れそうなスペースないかな。この辺にあのおせんべい屋さんの支店を出してほしいくらいですよ。そうですよ、それぐらい美味しいんです。あのおせんべい屋さんがこの商店街に入ってくれたら、もかちゃんの食生活に革命が。味の想像がつかないって？もうもっとイマジネーションを働かせなくちゃ。タコが丸々一匹使われてて、サクサクで、こう美味しいみたいな。わかんない？実際食べてみないとダメか。やっぱり商店街に出店してもらいましょう。うん、そうと決まれば行動は早い方がいいですよね。今度の休みに江ノ島に行ってみてくださいよ。ほら、善は急げって言うし。行ったらモカちゃんにもお土産買ってきてくださいね。お土産はタコせんでお願いします。あ、そうだ、ここに、あれ、ここじゃなくってここ。ダメだ、見つからない。タコせんのお店でポイントカードを作ったんですよ。満了するとおまけで一つタコせんがもらえるって言うから、それを預けておこうと思ったのに見つからないんですよ。困った。一緒に探してください。これは今後のタコせん